から、今から私たちは、今から何だっけ私たちは、大阪に向かいます。行きます。で今日やることは、あさっての本番の、明日ですね。あ、違う、あさってのリハの、明日の本番のバータリーをまず朝して、します。で、その後の人、目合わなくない？こっち見んのか。そうだよ。目合ってる。うん。こっち。その後、あのワークショップもね。ワークショップがね、スタートします。そうですけど、楽しみです。てな感じで、行ってみましょう。ジャンプしよう。おはよう。新幹線降りました。ね。これね、大阪行き続きました言うてるんですけども、はい、ちょっとね、説明しやすいって言ったんですけど、まあちょっと大阪の3日間は Vlog を回すらしくて、なんか俺がやるっぽいっす、その役。3日間みんなのいろんな姿を俺が届けていきたいと思うんで、今日は大阪のみんなに会いに行きたいと思います。本当に使われるのかな、これ。こんな撮って使ってよ、ちゃんと。会場に着きました。こちらが噂の主張の強いマネージャーです。今から何ですか？明日のイベントのリハーサルですね。リハーサル。シュンちゃん明日のワークショップじゃねえわ、なんだっけ、イベントの楽屋に着きました。あ、トマトどこですか？じゃあなんか自販機どこにあんのって言って、ですぐそこにあったよ。で、そういえば日和ペットボトル捨てへんかった。うん、捨てた。その隣やで。自販機の隣でゴミ箱にペットボトル捨ててんの。で、自販機の場に捨ててた。どうしようもね、バカだこいつ。どうですか？今から、いましたもん。はい、はい、それです。あ、今から言ってない。今からリハスタート。大阪すごい。リハーサルが終わって、すごい、見やすい。リハーサル終わって、ホテルの方にね、荷物置きに行きたいと思ってるんですけども、どうでした？リハーサル。ああ、照明やばかった。照明えぐいな。マジやばかった。照明だけ見たい。もう見てほしいぐらい。まあちょっとワークショップまで時間があるということで、はい、たこ焼き食べたり、お買い物したり、よいしょ。ラジバンダリ。ラジバンダリ分かるかね、みんな。絶対分かんない。もう一回。まあ今からちょっとお腹も空いてることだし、夜、ご飯的な感じでたこ焼きとか食べたり、洋服とか見たり、ラジバンダリ。おい。ではまた後ほどホテルに着いたらやります。バイバーイ。ホテルに着きました。荷物を預けたんで、今から旅に出ます。いい空。ここ美味しい、これめっちゃ好き俺。食べよう。たこ焼きですね。たこ焼きです。やれうまそう。たこ焼きを食べまーす。いただきます。たこ焼きを食べたので、今から僕らは
オレンジストリートに向かっております。参りたいと思います。オレンジストリートは僕が大阪で一番好きな場所なんですけど、なんか服屋さんとかカフェとかがいっぱいある感じですね。ここめっちゃ帽子いっぱい売ってるみたい。ここの帽子めっちゃいい。あ、これね。ここめっちゃいい。あ、どうも、チーム自己主張強い組です。もうなんかね、みんなもう喋るだけ喋って、別に特に行きたいとこはないみたいな。難しい、このチーム、本当に。そうですね。で、なんか後々、あそこ行きたーねみたいな言ってんすよ、最初から。これ、定期的に来る僕の愚痴タイムなんで、これ使って、使って、これ見て、これかわちゃんとのチェキ。僕ら見つけ合って巡り合って同じ空。切なくなってるよ、なんか絵が曲のせいで。これでえぐっ、めっちゃバズって、バズった。かわいい。いや、これ店員の姉さんちょっとかわいい。ハハ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 。スプラウト、はい、今からお前、はい、あ、レッスンちょっと見に行くよ。行っている。弱い。色とりどりはすんな。レッスンやってます、今、高台くんたち。色とりどりに光る世界を作る。初のスプラウトでしたね。はい。どうでした？感想は。あ、眩しい。まあ率直に楽しかったですね、僕は。楽しかったですね。楽しかったです。まあただ振りがちょっと難しかったかなって感じで。はい。まあまたね。高校誌。やれる機会があれば。京都とかでやったら来れんちゃう、大阪の子でも。確かに。リベンジ。うん。リベンジ。もしあれば来てください。うんうん。ボン。まあ、東京まで来てくれてもいいし、逆に名古屋でやるときとかに来やすかったら来てくれてもいいんで、また待ってます。マジでみんなよかったぜ。というわけで次は4本目、かみちゃんとひよりのレッスンです。はい、頑張れ。以上、カンタチェンガハルヒでした。バイバイ。ホテル来ましたね。全く同じ格好してる俺ら。ホテルですね。ホテルです。今回はどういうホテルですか？まあ、へえ、まあいいんじゃない。ね、俺らが最初に住んでたホテルに比べれば広いね。俺ら渋谷のホテルに住んでたんで、ちょっと広い、ね、1ヶ月ぐらい。まあ、というわけでまた明日。これからね。じゃあな。はい、大阪 3days 2日目です。今日はおはようございます。ダンスキングダム2022のゲストで Apex レアルブラッツとして出ます。はい、3部公演なんで3回踊ります。こちらと3回踊ります。
というわけで1回目やっていきたいと思います。クルーさんにセットしてもらってます。まだやってんな。シーやろー。終わったら全部来るぞ。よしすぐ今からラスト踊ってきます。頑張ります。これはね、気合いなだけボタン付きなの。いいでしょ。ラッキーこれ。本当だ。すごい暗くない？大丈夫？暗いよ。3分目いきます。今からラストですね。もしかしたらこれラウンド2最後かもしれませんので、確かにぶちかましていきたいと思います。ぶかまぶかまB3 3選手の FX ドラゴンプラックスの皆様がやってきてくれました。D リーグでも屈指の技術と多彩な表現を持つこのチーム。今からですね、物販の方に行って、ふざけないとよ。物販行って販売の手伝いをしていきたいと思います。1回目です。チャンス、お願いします。しゃーないなはい、はい、踊り終わっちました。はい、しゃあ、しゃあ、しゃあ、お刺身おテーマな。お疲れ様です。お母さん可愛い。 YDK のロンチ着て676のバッグ持ってる。行きたかった。今回も純平くんち仕方ないですね。乾杯はまだしてまいプレミアサイン会ですね。今はプレミア
どうでした？めちゃめちゃ楽しかったです。イエーイ。よかったね。はい。というわけで、気づけばもう3日目終わって帰ってる新幹線です。どうでした？皆さん。僕は楽しかったよ、とても。ワークショップも楽しい。イベントも楽しい。観光も楽しい。とてもいい。大阪3日間でした。多分みんなもそう思ってると思います。ね、俊吾。はい、ということです。彼は豚まんを食べてます。豚まんを食べてます、彼は。豚まん。2回言う。はい、僕は焼肉弁当を食べました。まあ、またね、いろんな全国も会いたいと思うんで、来てほしい人、言って。みんな言って、みんな言ってね。オッケー。俺どこででも飛んでいくんで。よろしく頼むわ。というわけで3日間最高な大阪デイズをありがとうございました。ではまた会う日まで。次はどこへ行くのかな。というわけでね、はい。終わろうか。バイバーイ。